経営者に向けてのエールを。経営者に向けてのエールですか、はい、いやもう本当にコロナ禍でね、地元回らせていただいていても本当に、大変な思いされているんだっていうことはよくよく実感しています。まあ、私たちの町は本当に自動車産業の城下町っていう、特徴もあるんだけれども、まあ、本当にコロナで初期の段階から工場が止まって、そして雇用調整を余儀なくされてきたと、まあ、こうした状況下と近年半導体が不足をしていてね、まあ、そういう中で本当に自動車の製造ラインというのは今1ヶ月に7日から9日程度しか動いていないと。でこういった状況下の中で、自動車関連の会社員の皆さん大きく残業も減ってしまいましたし、その関連の中小企業や小規模事業者の皆様の会社の経営、まさに孤軍奮闘されていらっしゃるご姿っていうのも、直接に拝見をさせていただきました。でやっぱり経営をやっていこうっていうのは本当に一国一城の主、本当に全ての従業員の皆様、支えられていて、で年末になってくると本当に、こうした経済の状況下の中でお金の工面から本当に従業員の人たちの給料しっかり払っていこうっていうご苦労っていうのも誰よりも直接に拝見をさせていただいているところです。ただしやっぱり日本経済をねしっかりと動かしていって多くの雇用の創出してくださっているっていうのが態度を立って自分で商業していこうという経営者の皆様でいらっしゃるんで、やはり本当に経営者の皆様を一人一人のご苦労っていうのもしっかりと私自身も伺わさせていただきながら、どうやったら本当にねこれからの時代の日本経済元気にしていけるのかっていうことで一緒になって、歩みを進めさせていただきたいということを思っています。共に、頑張ってまいりましょう。はい、ありがとうございました。日本の経営者に向けてのメールをいただきました。はい。